はい、皆さんこんにちは。パート13、イサオ世界一簡単 MC プログラム始めさせていただきたいと思います。ですね、今日のテーマはネジ加工になっていきます。前回ですね、ドリルっていう話をちょっとしたんですけれども、ドリルのですね、詳細の絵がちょっと手元にないものですから、ちょっとネジの方の加工をちょっと教えていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。これを参考にちょっと見ておいていただきたいのですが、ですね、ネジありますね。ネジ、これがネジなんですね。で、このネジ部、もうちょっと下げた方がいいかな。これ M46 の S1.5、ピッチが 1.5 ということですね。で、M46 ということはこの外径のことを言いますね。で、46の 1.5 ということは旋盤でもう外径を46に仕上げておくということです。ここのところですね、非常に重要になってきます。で、なるべくその仕上げ面というのは、丁寧というかね、綺麗に仕上げておいていただくすると、後々が非常に楽です。ですね、それで、これ見ていただくとですね、ここに、これわかりますかね？ 4ミリ。これ4ミリね。これ、逃げ位置って言うんですね。ネジの逃げ位置。これは必ず必要です。でないと、ネジ加工をしたときにですね、壁にぶつかっちゃいますね。相手がいなければいいんですけども、いる場合は壁にぶつかっちゃいます。で、この面、ね、この面を何と呼ぶかという、ね、面取り発生形。この面取りの発生形で、初めて面、ね、加工する面取って、こう、行くね。発生形のこと言ってますよ、と。ね、その発生形58%あります、と。こういったことですね。まあ、これ参考として見といてください。それで、これからこの M46×1.5 なんですけども、僕の方でですね、M46、に対しての、プログラムをどのように組んでいくのかという、それを説明していきたいと思います。ね。こんなような形のものありますね。皆さんのところにもあるんじゃないでしょうか。ね。それでは、プログラムの説明に入りたいと思います。ですね。M46P1.5 ネジ加工ですね。ネジ加工。あら。ね、ネジ加工。で、ネジ加工するときに、先ほど逃がしのところですね、壁がこれあるので、逃がしを4ミリつけておいてくださいね、というね、1.5 に対していくつかというね、いうことになっていくんですけどね、1.5 というのはピッチです。ネジ1回転あたりのピッチですね。ネジというのは、こういう山型になってますね。で、大抵のネジはですね、60度ですね。この角度はね。60度。ね、なってます。で、ここの角度も60度になってるのかな。ですね、60度です、ね、こういった、まあ、山繰りカット、ね、これをずっとしていくわけですね。で、ここで重要なことがあります、まあ、何が重要かというとですね、ネジっていうのは普通の旋盤とはちょっと違いまして、固定のサイクルを使わなければいけません、ね、常に一定の回転と一定の送りが必要なわけですね。で、一定の送りということは、1回転 1.5 ミリの一定、そういった意味ですね。では、ネジのプログラム、
説明入らせていただきますね。まず G00 でツールが選ばれます。ね。そしたら固定サイクルです。固定サイクルの前に、まずは収束を一定制御してください。97。前回の96の説明しましたけどね。収束一定制御キャンセルっていう話しましたけど。キャンセルを取りますって話しましたけども、ここでは収束一定制御キャンセル。ね。を入れといてください。ね。で、S640 回転としました。で、M08、ここに水を出しますね。まあ、下で出してもいいですよ。ね。加工始めで出してもいいですよ。ね。で、X が、これ M46 ですね。M46 ということは、この回帰が46π という認識を持っていただいていいかと思います。こうネジのですね、山の、高さが違いますかね。この山の高さ。もうちょっとこうですか。ね。まあ、46π。こう思っていただいていいと思います。ね。実際にはですね、ネジっていうのは、ネジ測定ゲージっていうのがありまして、こう二股に分かれてるね。こういうとこにこう、はめて、ね。何箇所かこう見て、一番高いところを探すんですけど、そういった測定具を使います。ね。よろしいですかね。そうしましたら、まあ、46π ですから、まあ、47Z2 というね、だいたいこの辺ですかね、刃物が来るのが。うん。で、ツールの404。これ、404。ね、初めてこういう書き方しましたね。今まで、ツール1とか言ってましたね、ツール1とかね。実際には、この101にすることによって、オフセットという、微調整をするね、ところがあるんですけれども、X 値だとか、Z 値をね、その微調整するものがオンになります。この、おけつに1を付加するとですね、オンになります。逆に、この1が、0のまんま、100番。丸10、ああ、いいのか。100にしておくと、オフになりますね。これを1にすることによって、ツール1という形になりますね。ですので、今回はツール4番のオフセットをオンにします。ね。同じ数値を入れてくださいね。で、G の92というのは、これは固定サイクルになります。固定サイクル。ね。ちょっと書く場所があるか。固定ですね。固定。サイクル。固定サイクルっていろいろあるんですけども、まあ、ネジのサイクルとして92とか30いくつだったか使われるテーパーとかも固定を使えます。まあ、固定サイクルですね。で、このネジの場合は M46 ですので、47まで行きましたけれども、46.7 という位置まで次に移動します。で、もうそこからスタート入っていくんです、実際ね。で、-12.586。この座標の、ワーク座標のところから、この2ミリ、要は、逃がし位置ありますね、ネジの。壁までの逃がし位置。ね。この逃がし位置までの真ん中あたり。ネジそのもののチップの特性にもよりますけども、まあ、2ミリ入ってれば、まず当たることはないです。そこで止めてればね。これは4までじゃドーンってちゃいますからね。気をつけてくださいね。ね。2ミリ。その距離がいくつなのかというのを探し出します。で、12.586 ですので、12.586。座標からマイナスしますよという Z の動きになります。で、ここが実はですね、なんでこういう並びになっているかっていうと、ネジの切り込む量っていうのがあるんですね。こ
この切り込み量っていうのは実はある程度固定してます。まあ任意に1ミリずつコンマ1ずつ切り込む方もいらっしゃいますけども、まあ1回目の切り込み量が 0.35 で、2回目が 0.2、 3回目が 0.2、 4回目が 0.13、 5回目が 0.1 で、5回目で決めますよっていうね、そういう流れなってます。ということは、これ、ここから行くと、1、2、3、4、5で、5回、ね、5回、切り込んで終わりますよっていうチップを使ってますということですね。これはチップのカタログを見ていただいてですね、チップが8回の場合があります。8パスで、仕上げてくださいっていう場合があります。で、その場合は、こういったね、表が、乗っていますね。で、X 字いくつ追い込むのって、ここは 0.35 ですね。これは 0.35 に対して次は 0.15。ここは前の 0.15 追い込むわけですね。15。ね。で、ここは 0.2、マイナス 0.2 追い込むんですね。で、そこから今度は0.07ですか。追い込んで、最後マイナス 0.1 とこういう、ね、こういう形になりますね。で、これって実はある意味自由なところがありまして、これたまたまこういう形を取りましたけども、まあ、ね、で最初2ミリ削っちゃってもいいよとか、あ、2ミリじゃなくて 0.2 ミリ削っちゃってもいいよとかね。この辺はちょっと任意に、してる方がいます。で、僕がおすすめしたいのが一つあります。ぜひですね、6番目を入れてもらいたいです。ここに書いてないですけどね。書いてないですけど、0。0ですね。M46 まで終わりました。5番目で。じゃあ6番目でもう一回走ってもらいたいですね。そうすることによって、まあ、ゼロですからね、削ることはないっていうことになるんですけども、かすかでもね、削れます。ここをね、一度走らせることによって、安定しますね、ネジね。バラつきなくなりますんで、オフセット入れてますけども、オフセットもね、安定してくれるんですよね。そういった形で、まあ、1回目、こういう 92X46.7、そこで Z12、マイナス 12.586 走りました。で、次これ並んでるじゃないですか。そこから下行くわけじゃないんですね、実はね。この固定サイクルでこの指令を出してあげると、上がって元の位置、この位置、これの1個前の位置、ここに戻ってくれるんですよ、この指令っていうのは。これ戻ってくれて、もう一回行って、また戻ってくれて、もう一回行って、っていうのが、どん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 送られていくんです。そういう指令になっていくんですね、ここ。この92っていうのがですね。で、重要なのが、その前に来る97と、この値っていうのが非常に重要になってきますね。どこに行くの？どこにいるのですね。どこにいるの？っていうね、そういうところですね。これちょっと覚えていただいた方がいいと思います。そうするとネジ切りができますね。で、ここで重要なこともう一つ言います。もう一つ重要なことっていうのはこの F ですね。わざと上に出しましたとか、もう書くとこなかったんで上に出したんですけど。この F の 1.5。これは絶対に守ってください。このピッチ 1.5 の場合ですよ。このピッチ 1.5 の場合は、必ずこの F は 1.5 になります。ね、固定でサイクルを与えてあげるんですけれども、ピッチとこの F は一緒になります。もし2点、ピッチが2だったら、2.0 だったら、ここは 2.0 ですよ。F ね。ね。で、これはメートルネジですからね、もうこう単純にできますけどね。サイメだとね、また若干違ってきますけれども、
それでも変わりませんね。そのピッチに対して与えてあげる F をね、ここだけ押さえておいていただければいいかなと思います。で、ね、ねじ切りの場合、面取り発生形でね、こういうね、ここの位置、この位置で面取りがここにあるんですけどね、 C1 ってね、これ実は壁なんですよ、これね。で、少し逃がすために C1 を取ってあるんですよ、これね。発生形としてね。なので、こう、面取り発生形という言い方をします。ね。これ、一般的に言われていることなので、覚えてしまいましょう。せっかく3回ですよね。で、M46 っていうことは、ネジで、M46 のネジですよということです。で、ピッチは 1.5 ですよ。で、ネジ一覧表っていうのがあるんですよね。で、よく、なんだろう、メートルネジで、M2468、10、12とかね、はい、ずっとこう続いていくわけですけども、その時にピッチが、なんだろうな、一般ネジのピッチとして与えられているのが一覧表に載っております。一度ね、それインターネットか何かで、ネジ規格と、検索していただけると、多分見れるかなと思います。なので、一度ね、ご覧ください。で、ネジのプログラムというのは、難しいことはないんです。まずは入り口、まず97は絶対ですよ。ね。で、じゃないとどんどんサイクル早くなっちゃいますからね。回転とかね。で、97で640って、まあこれは与えた、任意に僕は与えた数字ですけれども、で、ネジだけはドライでは加工できません。なので必ず水を出してください。これもポイントです。で、ネジだけは絶対に水を出してください。それで、まあ切削水ですね。それで、支点の位置、どこから入るのっていう支点の位置を与えてあげて、必ずオフセットオンにして、そこから固定サイクル92で、行き先ですね。今行く前でしたね。そこから行き先。で、F ピッチを 1.5。ここに書いたら 1.5 ね。これを与えてあげます。あとは順番に X、最後のところね、46に至るまで、こういう表がありますのでね。またはカタログに載ったりもします。あとは任意にね、コンマ1ずつやる人もいます。まあそこは自由です。ただね、ちょっとこれは参考までに、ね。参考までにこれは見といてください。で、X ずっと並べて最後まで行ったら、これで終わりですよってね、いうことになります。なので G0 で、G00 ですね。まあ同じことですけど、ちょっと手省きましたね。ごめんなさいね。G00 で X を逃がしてあげます。ね。絶対当たらないとこ逃がしたら、今度は原点に戻ってください。で、M の、これ回転一回止めますよってやつなんですね。M の05ってね、主軸ストップってね。主軸を一回止めて、まあ入れなくてもいいんですけどね。まあ入れてる方が、僕も入れないことはないので、思わず05ってね、なんか書いちゃったんですけど、M05 で一回回転を止めて、で M01。ね。プログラム、ワンシーケンスが終わった。こういう形になります。どうですかね？わかりますか？ネジ。ネジってね、やがる方いるんです。ネジ加工って難しいな、わかんないな。NL2000 だとか、複合旋盤とかだとちゃんと計算式とかね、あるんですよね。で、指令方式もちょっと違ってきたりもします。で、そういう形のものもあります。まあ一般的にはこういうね、この流れになります。で、固定サイクルです。これさえ覚えていただければ良いのかなと思います。そしてですね、やはり
ちょっとここ消しますね。ご連絡がつくようにしてはいいと思いまして、私のですね、メールアドレス、実はメールをですね、入れよう入れようと思ってたんですけれども、なんかね、いいのはないんで、アウトルックとかもいいんですけども、僕のメールアドレスですね、小文字ですよ、全部。いさお、かとう、で、数字で、08-0-1551。あ、ごめんなさい。書ききれませんね。じゃあ、こっち行きますね。7512。で、アットマークの Gmail です。ね、gmail.com。ね。それ入れてください。Gmail です、これね。Gmail。そうしますと、連絡はつきます。ね、ご質問などあれば、ここだけ覚えていただけばいいんじゃないかな。いさおかとう08015517512で、アットマークの後は Gmail ですから、gmail.com ってね、入れていただければいいかなと思います。ね、もし連絡したい、質問してみたい、あとはこんなことを知りたいってね、ことはありましたら、ちょっとこれをね、メモしてください。お願いしますね。やっぱり教えておいた方がいいかな。ね、LINE でもいいんですけど、まずはメールの方がいいかなと思いまして。これ分かりましたか？大丈夫ですか？ネジ加工、今日はね、ネジ加工についてやりましたけども、ネジ加工というのはこういう形になります。よろしいですかね？ね。これで N のいくつなのかね。N の何番なのかな。ネジっていうのは、それとですね、ネジは、基本的には一番最後の加工になります。ね、N1 から N5 までもしあったとして。そしたら N5 になります。ね。で、N1 から例えば3まであった場合。N3 ですね。最後の加工が、ね、最後の加工。最後加工が、ネジになります。これだけ覚えておいてください。ネジというのは一番最後に加工します。タップも同じです。最後に加工するものです。ね。これだけ覚えておいていただければいいかなと思います。それでは今日は、パート13の方はネジ加工をちょっと学んでまいりました。複雑なものではないので、シンプルなので、この加工方法、ね、覚えていただければいいかなと思います。で、最後逃がして戻ると。ね。これだけ覚えていただければね、重要なところ何点かありますね。ここの逃げの位置。まあ、チップにもよりますけどね。でも、ここは、で、逃げの位置の真ん中の2ミリまで。持っていければぶつかりませんからね。まあ3ミリでもぶつかりませんけどね。その距離を出していただいて、それをここで与えてあげると。行き先をね。ね。で、F は必ずピッチです。これだけ押さえていただければ、ネジは加工できると思いますので、ね。よろしくお願いします。で、基本的にネジというのはバネです。バネを加工してるんだという意識で、言っていただければなと思います。ね。メスもオスも同じことは言えます。これはオスですけどね。ね。それでは、今日はこれで終わりにしたいと思います。わからないことがありましたら連絡ください。ありがとうございました。